画好きのカンチャンネル。いやだそれで並行してモノマネ王座も出てたわけでしょ。はい。でモノマネ王座やったら、ね、当時やったモノマネとか、まあ、木村さんがちょっとプロデューサー怖かったんでね。ああ木村さんね。クリカンさんとかにもバカ野郎てめえこの野郎、コロッケてめえこの野郎って、あげるぞこの野郎みたいな感じで。これ聞いたことありますよ、コロッケてめえこの野郎ってコロッケさんがこんな風になってるんですもん。いやコロッケさんの一プスって初めて言いました僕。コロッケさんの一プス。コロッケさん一プスなの。いやコロッケさんが一プスになってましたもん。なんかクワッとなって俺も前説が怖かったぐらいですもん。俺なんかたまたま見に行ってた僕もなんかどけバカ野郎って時コロッケさんが怒られてた時にすっげえ怖かったさ。そう 俺らはもう爆笑して見てたけどね、はい、オンエアだけだから、はいはい、そんな裏があったんだ。野口五郎さんやった時ちょっと似てなかったんですよね、うんうん、似てねえよバカ野郎って時にちゃんとやれよバカ野郎ってそれコロッケさんが本番ですよね。本番やって終えてコロッケさんがちょっと楽屋じゃないけどこうなんかちょっとカメラとかいっぱいあるちょっとこそこでメイクをこうされて次に合わせたら、うん、ちゃんとやれよバカ野郎め似てねえこの野郎って時ふぅーってイップスイップスイップスなっちゃった。コロッケさんコロッケさんがあのコロッケさんがちょっとお化けじゃんこれ多分なった時はびっくりしましたもん。あのコロッケさんうわーっと思って僕へーで僕松村さんは何か言われる時は僕はねなんかモノマネのリストみたいなの書いてこう後出したんですよ。そしたら素人のモノマネやってんじゃねえんだとこの野郎何々の何々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 って歌真似何ができんだって歌ったったカラオケじゃねえんだバカ野郎って言ってすっげえ怒られました。怒られるっすよ 俺、はい、俺も、はい、いいんじゃない、はい、じゃあ、まあ、俺も今でさえ今優しいですよ城之内さんの奥様なんだったりね今でさえ、はいね、日テレ出てますけど、はい、その何年か前に富士のモノマネ王座の俺オーディション行ってるから、はいはい、行って、はい、で何ができるんだっつってであじゃあここで紙に渡すじゃないですか、はい、だからじゃあ向こうがお何々やりますってもう言わせてくんないんですよ。誰々が何とかするとか言ってもうタイトル言わせてくんない、はい、なるべくアットホームに喋ってくださいね、はい、僕もちょっと結構ラジオお世話になってますんでなるべく俺それか引き離してください。悪口言うんだったら引き離してください。別にしてください。ワンショットでいやいや悪口じゃないか雰囲気なるべくちょっと朗らかにしてくださいね。雰囲気ね、うん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 、じゃあ神奈月井上です。こんな振りですよ、うん、で少年時代歌います夏が過ぎぐらいではいはい次はい長州力全部何言うてはい次みたいなはいはい木村さんじゃないんじゃないですか安藤さんじゃないですか木村さんですか2人いました。あ、2人いましたか。あ、そうですか。そんな感じで。いや、怖かったですね。で、その2年後ぐらいに日テレのモノマネグランプリ、はいはい、昔モノマネバトルの話があって、そっちに出てったわけですよ。はい、あの頃だって、モノマネ芸人っていうのは、モノマネ王座に出て価値が上がるもんだと思ってたから、ね。ああ、そうですね。うん、四天王さんのコンサートとかも、もうモノマネ王座決定戦でやった時とかは、やっぱり、厚生年金が満員でしたからね。そうそう新宿のすごいですよ。少し天皇ツアーとかすごかったですもんね。ヘリコプターで BG 放送移動してましたからね。そうもうだって年間何百本でしょ営業。そうだ清水明さんのソープランドネタなんか最高でしたよ僕も。坊や良い子だねんにしねってこうね。あら隣のどっから来たの？あそうじゃあ明美ちゃんとこ入ってんだねって。あん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 ってからゴールデンのタイムで腰振ってましたからね。演技って分かった？演技って分かった。あれ最高でした。あれをさゴールデンでだってオンエアする時代っていうのすごくない？いや僕それを見てあじゃあソープランドのネタいいんだと思って、うん、僕もソープランドのお姉さんのネタを、うん、テレビ朝日の夜中の番組で、うん、僕が来たっていう感じであらまっちゃんよく来たわねどうなの最近気持ちちょっとマット行くわねうんブルンブルンブルンどう気持ちいいでしょブルン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 あ気持ちいいでしょブルン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 あそうたけしさんはこういう時どんな感じなのかなあ兄ちゃん天才だよあら張り切っちゃうわよブルン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 ってやってたねやってたねブルンブルンしたらねしたらディレクターの人が、うん、本来出てくる予定のタレントさんが来れなかったんでしょうね、うん、そしたらでそこでちょっと尺があるんで
伸ばしてくださいって言うから、うん、ソープランドのネタを伸ばしてくださいと思ってブルン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 、どうですか広島カープの辰川さん、あのね気持ちいいよものすごい気持ちいい、あんた天才じゃけえね、あのものすごいあのテクニックがある、テクが強いよ、テクがある、あれお姉ちゃんものすごいのああええよ、わし昼はカープ夜はソープじゃけえみたいなそれなこと言いながらブルンブルンブルンってずっとブルンブルンやったらねもうまあ抗議の電話が鳴りっぱなしだったらしいですねまあなったって電撃のようになったって、そしたらもうディレクターがでも伸ばしてくれって言うから、いや本来あの来るゲストの方ギリギリまで交渉してたんですよ、うん、それから来ないからだから最初薪のようなサインだったんですけど、だんだん伸ばせて伸ばしてからソープランドのネタずっとやってた、ソープランドずっとどうやってやってたの、ね、ブルン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 、あらこの間ねだかどこのタレントさんが来たみたいよ、すごい性格が悪かったみたいねって言ってたのよ、誰誰さんもこの間来てたみたいに、誰々さんのマネージャーが来てたみたいよって、うん、あれ野々村真子さんのマネージャー来たわねとかそういう話もやってたりとか実際の話だからあのそういう話もいろんなタレントさんの暴露ネタも入れながらあんた天才だわ、ブルンブルンブルンってやってたんですよ翌日野々村真子さんがまっちゃん、うん、名前出してくれてありがとうって見てた見てたっつって言われて、はい、もうあのよかったですね、そういうネタをね、でもねそういうネタができるのはやっぱりあれですよ、やっぱ電波少年で出て松村邦洋っていうあれを確立してるからそれ許されてる、そうですね、最近はどう、昔はほら昔は今さっき出たじゃん話、はい、ここ10年15年ぐらいはどうなの、そのなんかあやっぱり木村さんっていう厳しい方がいらっしゃらないんですけど、うん、木村さんの下でやってらっしゃった白間さんとかね、うんうん、AD さんでこう来てた人が今総合演出で、うん、あのねのねさんが久しぶりにモノマネ王座決定戦にちょっと懐かしのっていうことで出られたんですよ、うんうんうん、したらあの時の AD の人が今演出かって白間さんにこう来て、なんかこう時代の流れっていうのはね、うん、ちょっとこう他 の、 あの演者さんはどうなんですか、演者さん なんかこう松村君仲いい人とかいる、ああでもね今ねだんだん減ってきましたね、もうみんな後輩でしょ、後輩でしょ、うん、後輩ですね、うん、後輩もう人たちってみんな僕後輩はみんな取引先だと思ってるんですけど全員あまり強く言わない、うん、取引先だから後輩にも強く言わない、言わない、いやだから取引先、いや堀君とかね原口君とかねいずれお世話になるだろうっていうのはもう俺も20年前から分かってたから、もう今のような現象なの、もう JP なんか電話したらメールやったらありがとうございましたって、こちらこそありがとう丁寧にしてます、昔からだからさそうじゃん、うんうんうん、でも俺たちの世代って、うん、みんなそうだよね、そうです、後輩だからって言って呼び捨てにしたりとかしないです、なんか命令区長になってるとしない、ね、言わない、みんなまた出世するから、そうそうそう、出世しない人にはちょっと厳しい時もありますけどねそういう時にまた立場逆転しちゃうからね、そうなんですよ、それが怖いからね、怖い怖いです、うん、だからもうあこいつ売れるなって思ったらね、はい、もうちょっと最初から後輩だと思わないもん、ね、そうですね、なんとなく同等な感じで行くでしょ、はいはいはい、そこら辺の俺たちの世代の嗅覚があるんですか、そうですね、あと、うん、この人は売れるこの人は売れないっていう変な株価にとらわれない、損得感情の長さにとらわれない、とらわれない、もうみんなによくしとけばみんな、うん、どっかで誰かが引き上げてくれますよ、まあ、そうそうそう、はい、上げてくれるからね、うんうん、これあの帝王学の人はねトップで視界を張れるような帝王学の人はいいけど、うん、僕ら雇われ学だから、もう金崎さん違いますよ、で僕は雇われ学ですよ、どうですか、うん、雇われ学は雇われの精神っていうのがあると思いますよ可愛がられ学、なんかすごいですね、その、うん、自分の思想というか、それはね徹底してますよ、うん、もうそういう儒学は学んできました、ね、でもそれはもうずっと俺はもう30年以上松野君見てて、ね、あ変わらないなと思う、ね、いやそれありがたいですね、でもほら僕らはさやっぱりいくつになってもやっぱり後輩に何しとんねんって叩かれるのがいいっすね、ありがたい、ありがたい、それがありがたい、まあ、だからその辺 の、 こうモチベーションっていうか、うん、あそこはちょっとやっぱ似てますよね、大事大事、若いタレントさんに突っ込まれて、って言うぐらいがいいですよ、え何言った、えそんなこと言う、それぐらい言われるぐらいがいいですよ
え、それは嫌だな。それは俺もだって。それはぁみたいな。え、何、何今言った、何、何、何言って、何、なんか、なんか面白いこと言ったなんか言ったって、それぐらいの方がいいんですよ。あ、でも高校時代そうでしたから。わかるわかる。もう常と思えば不足なし、うん、なんかグラビアアイドルの子にモノマネ惚れてやるじゃん、はい、似てない、な、似てない言われてるぐらいの方がね。こうやってすぐ調子乗っちゃうんですよってこう新人の子に言われたいですよね。あ、それぐらいだったらいいじゃん。そういいですね、うんうん、それ何とかね、うん、そう、じゃあ もうこれからもそういうおじさんで、ね、それが一番いいですよ、ね、それが一番いいと思いますよ、はい、まあ、頑張りましょう、うん、ね、そうですね、はい、動画をご覧の良い子の皆さん、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。